旧暦8月10日、それは年によっては肌寒く感じられることもありますが、通常は残暑のほてりがそこかしこに残り、日中はセミが、夜は虫の音が耳に響く、そんな時節です。ここ見つけの男の血が騒ぐ裸祭りは1年に1度、たった一晩、それゆえ1年分の力を振り絞って勇壮に燃え上がり、深夜燃え尽きるのです。たった一晩、その夜のために6日前から数々の神事が行われます。なぜなら非常に物意味を重んじ不浄を嫌うからです。それがまた伝統でもあり、天下の記載と名高い見附天神裸祭りなのです。平成12年にはその文化的価値が認められ、祭り一連の行事全てが国指定重要無形民族文化財の指定を受けています。本来旧暦8月10日の月が落ちた深夜、闇の中で神輿の渡御が行われてきましたが、昭和36年より旧暦8月10日直前の土曜日曜に変更され、今日に至っています。この見附天神裸祭り、祭りの楽しさを伝えたいは、分かりやすさを念頭に祭り全般にわたり簡単に紹介したもので、より詳しくは当保存会発行の冊子見附天神裸祭りを合わせてご覧いただきたく思います。元天神参考。開催1週間前の日曜日、元天神にて祭典を執り行います。これが祭りの初めの神事です。神職と同道の者は見附天神よりの道すがら一切口を聞いてはならないことになっています。これが祭事始めとなるのは、昔この日に元天神の旧社して取った榊で三芝おろしをしたからだということです。三芝おろし。その日の夜、拝殿に神職とお先友が集まります。お先友とはいろいろなお道具を持ちながら神輿のお供をする人たちのことです。このお役はそれぞれ決められた家に代々受け継がれています。ここで宮司はお三芝様である榊の枝を順々にお先友に渡していきます。この順番は先に行われたお日待ちと呼ばれるお先友との会食の中で9時により決められるとのことです。町の要所要所13箇所に15本のお御芝様を建てることにより町を清める行事で、これを御芝おろしと言います。午後10時花火の合図で見附の通りは暗闇となります。最初の場所は社務所前、次は大鳥居。暗闇の中、お先友たちが駆け抜け、お御芝様を立てていきます。これらの場所では、迎えに出た人々にお千枚が配られます。このお千枚を混ぜたご飯をいただくと、一年元気で過ごせると言われています。
13カ所目、最後は境松で、ここは中泉との境です。蛤大祭3日前になると、町の人々は福出海岸に出向き、蛤を行います。松原の神事、まず松原において神事が行われます。この祭典は豊上絵です。豊上絵とは、神前に備えた生きた魚を放つことで、一年の殺生の汚れを落とす儀式のことです。ご神木と決められた松の木の根元に矛と榊を立て、見附天神の方向に向いて取り行われます。ここで使われる魚は稲で、大原の大杉家からの献上を受ける習わしとなっています。浜の清払い、浜に出て海の神を矛に迎えます。海の神を迎えた矛と、山の神の頼代である大榊を浜に立て、浜での払いが執り行われます。最後に参列者は全身の汚れを払い串に託し、綱に突き立てます。蛤り、蛤りは人々の心身を清める行事です。まず神職、先とも腰盤が海に入り、みそぎを済ませ、続いて人々が町ごとに次々に海に入って心身を清めます。この時神職は海水と波打ち際の砂、さらに小石を12個拾います。これらのものはこれから大祭までの神事の際に使われるのです。これ小さいよ、親方、これじゃ小さい、薄っぺらい、薄っぺらい、これいいね、これここらへん、こういうのこれいいよ、これでかいね、これ帰らないほうがいい、帰らを済ませると、松原で野外の宴となります。持参した料理の中には、祭りに欠かせない里芋の煮っころがしがあります。そのうち祭り囃子が聞こえてきたり、広場では中学生や若者たちが練りをしたり、楽しいひとときを過ごします。三池の清払い、大祭の前夜、境内にある三池に向かって座り、神事が行われます。三池の中央には榊が建てられ、祭壇には蛤りの際に海から持ち帰った砂と海水が備えられます。神職はまず役員、浦安の舞の少女たち、お先ともを清めます。「
の地、榊、海水と砂により社殿四方、御輿前、そして境内を大鳥居まで清めます。これが三池の清払いと呼ばれるものです。三芝おろしで町を清め、浜濠で町の人々の心身を清め、最後にこの三池の清払いで社殿境内を清め、大祭を迎えるのです。例祭。午前10時、奉幣使や来賓が列席される中、厳粛に例祭が執り行われ、最後に浦安の舞が奉納されます。この頃、町々では忙しく会所作り、門提灯立てなど準備が進められます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、子ども連、午後6時、万道を先頭に腰身の姿の子どもたちの練りが各町を出発し、見附天神に向かいます。国面ぶれ、渡りつけ。裸祭りは全町を4つのグループに分けた定壇によって練りが行われるため、まず定壇内の各町に挨拶回りをします。これが国面ぶれ、または渡りつけと呼ばれているものです。早速のご返礼ありがとうございます。米国通りの出発となりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。お疲れ様です。宵祭り。
宵祭りではまず腰身の姿の若者が各町の会所に三々五々集まってきます。激しい練りがこれから始まろうという緊張した空気が町に満ちています。町ごとの練りが次第に合わせられ、最後には4つの盛壇になります。出し街道を練り歩く盛壇の先頭には、それぞれの町を象徴する思い思いの衣装を凝らした万道が並んでいます。見附では万道のことを出しと呼んでいます。西は境松、東は三本松のお旅所まで練り歩き、見附天神に向かいます。午後11時、見附天神には多くの見物人が詰めかけ、腰身の姿の男たちを今か今かと待っています。まさに今、裸の群衆が拝殿に威勢よく飛び込んできました。これを胴入りと言います。胴入りしたのは境松を先頭にした西区の定団です。鬼踊り。拝殿の中は激しくねる裸の熱気と喧騒に包まれ、一気に神話の匂いが辺りに充満しております。これが裸祭りのクライマックス、鬼踊りと名付けられた拝殿の練りです。西区に続いて西中区、東中区、そして東区と次々に胴入りし、拝殿は裸のもので満ち溢れております。そして拝殿の天井のスプリンクラーからは裸衆に容赦なく水がまかれ、それが汗とともに湯となって立ち上っております。拝殿内で振られる鈴は必ず一つと決まっています。ですから一番ブレの鈴は二番ブレが入ってくると下ろされ、同様に三番ブレが入ると二番ブレの鈴は下ろされます。鈴は1番ブレの1番長、2番ブレの2番長と3番ブレを務める権現長の3長の者のみが振ることを許されていて、その取り合いも激しく見どころの一つとなっています。午前0時を過ぎました。榊を持った締め切り役の厳門者が最後に胴入りし、そしてすぐ出て行きます。これで全ての町が胴入りを果たしました。
鬼踊りの激しい喧騒の奥の兵殿では、神輿渡御報告祭が厳粛に執り行われています。蛤捕りの際持ち帰った12の小石は十二支に例えられ、神輿の周りに置かれております。そこに荒目籠に入った特殊神仙を備えます。天井に吊るされた安鈴が鳴らされ、いよいよ神輿の渡御となりますが、この鈴の音は鬼踊りの喧騒でかき消され、見物人の耳にはまず届きません。神社祭、ここ山神社前では岩火がたかれています。神職より渡された榊を持って、今一番ぶれが山を駆け下りていきます。二番ぶれが榊を受けると花火が上がり、全町の明かりが消されます。鈴の音と触れ板の掛け声が町に向かって天神の森を下っていきます。最後の三番ぶれは神輿を待ちます。そして神輿は暗闇の中、裸の群れを割って社殿より出てくるのです。神輿渡御、三番ぶれのすぐあと神輿の行列が続きます。神輿の行列は暗闇の中、おっしおっしと先払いの声とともに山を下り町に向かいます。残念ながらその様子をカメラで捉えることはなかなかできません。神輿が社殿から出た後、裸の者たちは後に続き山を駆け下ります。しかし大鳥居あたりまで来ると厳問者が締め切りをして、裸の群衆はしばし止められます。神輿との間を空けるためです。走者着に、山を降りた神輿は暗闇の中を走り、町の中ほどにある走者に向かいます。にお渡りされた神輿が安置されると同時に、前車からのお神輿献上があります。鬼踊りをしていた裸の男たちは走者まで神輿のお供をして、ここで腰身を納め、それぞれの町に帰っていきます。の祭典、午後になると神輿前にて神事や浦安の舞の奉納が行われます。神輿官業、午後5時、官業の行列は走者を出発し境松のお旅所に向かいます。途中、根源社と龍神からこのようにお神輿献上を受けます。夕闇が迫る中、境松お旅所祭が執り行われます。鴨川まで戻ると、町々の代表が提灯を足元に並べ、神輿の行列を出迎えてくれます。東坂で最後のお神輿献上があり、東の外れ三本松でもお旅所祭があります。
見つけ天神着女本屋さん新屋さん赤鳥居まで来ると腰盤の肩に担ぎ直された神輿は新屋さん門屋さんの掛け声とともに参道を上がります。神輿は拝殿前で何度も玉振りされ社殿を時計回りに一周すると再び玉振りされます。お供をしてきた町々の提灯も神輿とともに上下し幻想的なフィナーレとなります。祭りの終わりを惜しむかのような人々の歓声の中神輿は社殿の中に一気に入っていきます。祭りが終わるとよく雨が降ります。見つけの人々はこれをお山洗いと言います。裸祭りが終わると見つけは涼風が立ち虫の音が一段と高く響き本格的な秋を迎えます。私は風よ